奈良市の北、京都府との境、東濃と呼ばれる山間地に浄瑠璃寺はあります。永正2年1047年に大麻の僧義妙上人により薬師如来を本尊として建てられました。浄瑠璃寺の名はこの薬師如来が住まわれる東方浄瑠璃世界に由来します。訪れたのは11月下旬、朝日に雨上がりの紅葉が輝いていました。盆地のアジをかたどったといわれる池を中心にして、東の三重の塔に薬師仏、西の本堂には阿弥陀仏を配し、庭園は極楽世界を表す浄土式庭園。また本堂九体阿弥陀堂には9つの阿弥陀如来を安置することから九体寺とも呼ばれています。浄瑠璃寺は平安時代の国宝と仏像が現存する唯一の寺院で、風致景観が優れ、学術上価値の高いものとして国の特別名勝に指定されています。池の周りを散策し、水面に映る本堂を見ていると、まさしく阿弥陀如来が住まわれる極楽浄土。そして紅葉が景観に華やかな彩りを添えてくれます。東の高台には浄瑠璃寺の庭や本堂を見渡すように国宝の三重の塔があります。三重の塔は平安時代の末期に京都から移されたもので、東の本尊薬師如来が安置され、この時期には紅葉に包まれた素敵な姿を見ることができます。秋のひととき、由緒ある美しい庭園を散策すれば、時を遡り、仏を信じ、極楽浄土を目指した古の人々の願いを感じることができます。美しい紅葉と多くの人々の思いを受け止められてきた仏様に両手を合わせ浄瑠璃寺を後にしました。